久々対日編なんですけど、まあ、空手、まあ、ちょうど来年オリンピックがあって空手の競技もありますけど、型っていうのは、まあ、役に立たないという議論も結構活発で、まあ、型なんかやる意味ないんじゃないかっていうこともありますけども、でもね、型って一人で練習するには非常にうまくできてるなって自分は思ってます。やっぱり先人の、まあ、知恵が詰まってるんだなっていうのが一つですね。で、あと、まあ、組手、実際組手が強い方って肩の動きがね、すごく綺麗なんですよ。だからやっぱりね、肩がうまいってことはある意味組手もうまいっていうことになるんじゃないかなと思います。逆に言えばですよ。で、どうしてじゃあ型やらなきゃいけないかっていうと、まあ、普段例えば試合ではそんな技を使ったりすることはないんですけど、まあ、普段しない体の動きを、まあ、体の中に染み込ませてるっていうことですかね。だから全体的なトータルバランスで見たときに、いろんなところで生かされてるっていうことだと思います。で、護身術でも例えば、まあ、何でしたね、部屋に3段4段でもこうして押し込んで回してこういう動きがありますけど、逆に手首を掴まれた時に、ちょっと相手がいないんであれですけど、手首を掴まれた時に引っ張るとやっぱり押し引き戻されてしまうので、逆にこれひねるってことですよね。内側にひねるってことですね。ひねってそのまま相手の体の中に入って肘で、まあ、相手を打つ、でそして逃げるっていうパターンですね。だから型ってそういうとこがあったりするんですね。だからあと警棒術なんかでも、例えばこういうのを例えば持たれた時にじゃあどうするんだっていうのがありますけど、それも一緒で多分ね、この考えてみると、こう手首を逆にじゃあ今度打って捕まえた時に、さっきは前にやつありましたけど、簡単に言えば捕まえた手内側からですね、こっちですよね、回して押さえる、これだけでもだいぶ違うと思います。だから回してきた手に対してこうですよね。だから、まあ、捕まれたとしてこう返してやる、これだけでも全然違うと思います。いろんな護身術動画があるんで、そこら辺から胸ぐら掴まれた時とか、手首を掴まれた時とか、いろんなこう、ね、合わせてこうするとかありますけど、実際それができるかっていうとね、なかなか難しいんで、ある程度体に染み込ませる、1でも2だから、バカの一つ覚えじゃないですけど、実際ね、いくつ覚えたところで使えないんで、だったら一つ二つだけに集中して覚えるというのは護身術的にいいんじゃないかと思います。その時やったやつはなかなか本番では出ないんで、だから例えば掴まれたらもうこの練習かこういう練習で相手を殴ってしまうと、またその過剰防衛だとか何かになるんで、あくまで逃げのための体術っていうことだと思います。まあ、もしくはね、筋的、例えば相手がまた広げてれば筋的を蹴り上げるというのも一つですし、だからどうしても今のね、体術護身術っていうのは誰もができるっていうふうになっちゃってるんですけど、もう年齢もね、体格も力も全然違うんで、一つか二つをとにかく繰り返して繰り返して練習して、パートナーがいればパートナーと一緒に練習してそれを身につける、これが一番だと思いますね。たくさん知ったからできるってもんでもないんで、もう一つか二つですよ。もう武器術もそうですけど、一つか二つの技を徹底的にやって、まあ、それを組み合わせるか変えるかっていうことをやった方がいいんじゃないかと思いますね。今日は以上です。ありがとうございました。